こっちの腕を ものすごく引っ張るつもりでストレッチをするとすごくお客様も伸びてるっていう実感してもらえますね。全体重を使って施術していきます。行く方もどこまでこんな感じで、では Let's get started ということで、今から実践に入りたいと思います。まずですね、お客様今こういう風に横になってもらっている状態なんですけれども、実際、私がこの技術をする順番というかその時によって違うんですけれども、大まかな順番がありまして、まずはお客様オイルでも普通のオイルを使わない施術でもまずうつ伏せになっていただいて、足施術して次腰肩に入りますよっていうタイミングで、こういう風に横になってもらってます。で、肩甲骨剥がしをして、で最後にストレッチでもぐるんぐるに緩まってる状態で、最後もうラストスパートで揉みほぐしを深層部まで圧をかけていってフィニッシュという風に、持ってっているので、どういうタイミングで入れればいいのかなって思っている方がいらっしゃったら、私はそういう風にうつ伏せから、横向きになってもらって、最後にまたうつ伏せになってもらってフィニッシュをかけてます。はい、では、前鋸筋のストレッチに移っていきます。最初ここテキストに起死と停止って書いてありますね。で起死停止は筋肉の両端のことなんですけれども、筋肉ってこう骨と骨にくっついてたりとか、その骨と骨にくっついてる両端のことを起死停止っていう風に言います。起死はどちらかというと、比較的よく、動かない方、比較的動かない方を起死といって、比較的よく動く方のことを停止と言います。いつも比較的というふうについているので、必ずしも動かない方動く方とか決まっているわけじゃないのでちょっとややこしいんですけれども、違いを説明するならば動く方動かない方というふうになります。で前鋸筋の主な動きなんですけれども、主な動きはもう動作で示すとこういうことですね。ここなんですけど、こう肩を前に持ってくるような動きが主な動きになりまして、なので、猫背の人とか巻き肩の人っていうのはすごくずっとこういう状態なので、この前鋸筋がすごく凝っている状態になります。なので、まずはそういった筋肉からほぐしていきましょう。はい、3番ですね。はい、じゃあまずお客様の手を持ってまっすぐ上にします。で私も背が小さいのでベッドの上にこういう風に乗っちゃってます。もし乗らなくても届くっていう人とか、そもそもベッドがちょっと通常より低めにこの肩甲骨剥がしのために設定している人とかだったら立っても大丈夫だと思うんですけど、結構こう垂直で圧をかけたりするのでもしかすると乗った方が楽かもしれないです、体勢的にもですね。はい、失礼しますって言ってまっすぐ伸ばした状態で前鋸筋を捉えます。前鋸筋はここですね。はい、で、そのままちょっと軽くマッサージをします。仕込んでマッサージをするような感じですね。でそしたら、お客様の前鋸筋をストレッチします。手首の方持ってもらって、でまた前鋸筋捉えてストレッチしていくんですけれども、この時にここ手のひらがこう下に向かないように注意してください。全然伸び方が違いますね。こっちの方がもうちゃんと伸びてくれるのでここ注意です。手のひらは、こっちのまっすぐ正面向いた状態でいきます。大丈夫ですか？でこういう風にお客様に大丈夫ですかって、聞いてあげるんですけど、この聞いてあげるのに目的2つほどありまして、まず1つ目が、単純にお客様が辛くないか、辛いんだったらちょっと弱めるとかそういう気遣いの面と、あともう1つ、これ最後にももう一度同じことをするので
この時にお客様の意識をここに持ってきて、筋肉に持ってきて、自分が今どのくらい硬いのかっていうのを意識してもらいたいんですね。なので最後にもう一回同じことをする時に、あ、こんなに変わったんだっていうふうにお客様も差が実感しやすくなるので、聞いてください。引っ張る時にもう一つコツがありまして、この前鋸筋にある手をこう腰側にクッと引っ張ります。クッと。それと同時にこの手をあっち側につけちゃうぐらい思い切り引っ張るんですけれども、この時に一番力が入っているのがここになります。私は三頭筋のあたりですかね、三頭筋のあたりに一番力が入っていて、こっちの腕を ものすごく引っ張るつもりでストレッチをすると、すごくお客様も伸びてるっていう実感してもらいますね。で、あとはストレッチなんですけれども、ストレッチは私の場合は3段階ぐらいにこう分けてグーグーグーってやっていくんですけれども、じっくりした方がものすごく効果が出ます。例えば1回を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 10秒が1セットだとして、で1回終わったらまたちょっとこう緩めてあげて、でもう1回2回目ぐーっと、もう一度もっと伸ばしてあげて、また緩めて、で最後にもう一回、最後にふーっと。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ね、大体この前鋸筋のストレッチで、30秒から1分ぐらいを目安にやっております。では次、大胸筋のストレッチですね。大胸筋なんですけれども、大胸筋自体は肩甲骨とはついていないんですが、猫背の人とか筋肉の、動きが、やっぱりこうプッシュアップとか腕立て伏せとか、あとはこういうふうに猫背の人だとここやっぱりずっと硬くなっちゃうので、そういう方用に大胸筋のストレッチを入れた方が肩がほぐれやすくなるので、大胸筋のストレッチを入れております。では大胸筋のストレッチですね。まず立ち方なんですけれども、自分の太ももを、お客様の背中にぴったりこうつけちゃいます。これでお客様が、大胸筋のストレッチはこういうふうに後ろに持っていくので、その時にお客様が倒れないようにしないといけないので、もう大丈夫ですよっていう風にしっかりこうブロックしてください。でこの時にもうすでにオイルがここについちゃってる方とかいらっしゃったら、もうフェイスタオルとか1枚これフェイスタオルだとしたら、こういう風にちょっと挟んであげて、制服にオイルがつかないようにしたらいいと思います。で手の持ち方なんですけれども、まずお客様の腕をこのように90度にしてください。自分のベッド側の手を、お客様の肘と手、こういうふうにパチッてできるような感じですね。この状態で手首を持ってもらって、ちょっとコツはなんですけど、人差し指をちょっと手のひらの中に軽くこう添えるような感じで持っていただくと、軽い力でこの手首を握れますね。このままやってもいいんですけど、なんかお客様ちょっと握られてるみたいなすごい感じがするので、どっちかというとちょっと軽い力で握ってもらった方がお客様もなんか力が入りにくいかなっていうふうに思います。でこの状態から、伸ばしていくんですけれども、まず自分のこのブロックしている太ももでお客様の背中をちょっとこう押すような感じですね。こういう感じ、ちょっとだけ気持ち押すような感じでやって、その腕を後ろにぐーっと持ってきます。この時に持ってく時に
外側の手を、お客様の肘とか、あとはすごい伸びる方とかもいるので二の腕とかここら辺にちょっとサポートで置いてあげて、腕全体をぐーっと体重を使って後ろに持ってきてください。すごい伸びる方もいるのでこっちの支えてる足の方はこう曲げたりして行く方もどこまでもこんな感じで私も体を傾けたりして全体重を使って施術していきます。体重を使うことが体を痛めないコツなんですけれども、この時引く時もこういうふうに太ももを置いても自分の体重が、かかとの方にあるとちょっとまた違う体勢になって腰痛めちゃうと思うので自分の背骨をこうまっすぐ保って、こう寄っかからないでこういうふうに、前かがみでしていくといいと思います。